はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。プロ野球スピリッツ2015藤浪晋太郎侍道パート7かな、やっていきたいと思います。で、今回がファイターズ戦ということで、オーダーがね、まあ後で見てもらうんですけど面白かったので、頑張っていきたいかなと思います。ってことで早速、薬を使っていきたいと思いますはい、薬投入ですね。気持ちいいでしょうね。これでだいぶ回復するよ。レッドブルーとかあるじゃないですか。あれだいぶ体回復するじゃないですか。僕的に2時間ぐらいっていうらしいんですよ。あれ血糖値をグッと上げて2時間ぐらいすると血糖値が一気に下がるから、だいぶしんどくなるからやめといた方がいいんじゃないって言われるんですけど、僕はレッドブルーモンスター大好きなんでいつも飲むんですよ。だから体の調子結構良くなるんですよね、あれね。と一緒です。で、オーダーはこんな感じです。ね、阪神の方は5番が中田、日ハムの方は4番が佐藤健一、健一やったかな、忘れましたけど、主砲があんまりいないというか、こっちではね、日ハムの方ではハーミッタもいなければレアードもいないし中田もいないしね、なかなか面白い打順になってるんじゃないかなと思います。ではね、やっていきましょう。日ハムで中田がいないっていうのは初めて見るんじゃないかな。面白いよね、4番が佐藤っていうのも初めて見た気がしますね。だからね、面白い戦いになるんじゃないかな。まあ、前回、昨日かな、昨日の、パート、昨日の動画でね、なんとか初勝ち星を挙げたので、なんとかね、続けていきたい。でもね、ちょっとね、心に余裕ができてるよ、今。楽しくやっていこうかなって思ってます。よし、やっていこう。いや、いい成績だよね。防御率がいいしね。打たれてないからね、そんなにびっくりするほど。違う、投球は相手99ですね。うわ、最高まで上がっちゃいましたね。まあ今日もね、相変わらずそんなにびっくりする雑談とかは用意してないので、しっかりピッチャー操作頑張っていきたいかなと思ってます。またね、オールスター明けぐらいからは面白いね、面白いというか雑談用意しながらね、いろいろやっていけたらなと今は考えてます。ちょっと交流戦はね、ちょっと勝ちにこだわりたいなと思ったので、まあ今日とかそんなにこだわってないんですけどね気持ち的にはね。いや、でも前回完封できてよかったよね。そのほとんど寄せつけなかったからね、その西武打線をね。三振も12、3個奪ったんじゃないかな。あ、で、甲子園でのそのじゃあ、違う、ボーダーのねシャツを着てる人ラガーおじさんですかみたいなコメント来てくれて、いや、話聞いてくれてんねんなと思ってね、ものすごく嬉しかったです。それだけで話を聞いてくれてるんやと思ってね、僕のこのくだらない動画のね、いや嬉しいなと思ってね。おかげさまで500人も超えましたね、チャンネル登録者数ね。いやー、びっくりだよね。僕みたいな動画に500人も登録してくれるっていう、その登録してくれるその行為だけで僕は嬉しいですね。ポチってチャンネル登録ボタン押そうかなって思う気持ちだけで僕は嬉しいですね。そういう人たちを大事にしていきたいかなと本当に思ってます。いや、今回も初回いい立ち上がりできましたね。2回に入ります。佐藤健二やったか。なかなか渋い名前だね。顔も渋いしね。その今風じゃない、結構若いんでしょ佐藤健二って。僕あまり日ハムのファンじゃないんでね、ファンじゃないっていう、好きは好きなんですけどあんまり詳しくないんで、そんなにもう結構年いってたっけ。な、顔的にはめっちゃ年いってるように見えるね。36歳ぐらいに見えるよね、こっから見たらね。なんかそんなに年取ってなかったような記憶があるようなないような曖昧やな。でも結構長打力に定評があるっていうのは知ってます。でも4番に置くっていうのがまた面白い采配だよね、栗山監督。よし、変化球で空振りを取ります。いや、前回引き続きフォークボールはブンブン振ってくれますね。まずは先頭バッターを三振。陽大監督はもしね、巨人に来たら金髪茶髪は黒髪にさせられるんですかね。そうですね、状況によって変わります。まあ小笠原さんがね、ヒゲ剃れって言われるぐらいですからね。なるほどね、あんなトレードマークなくなってまで巨人に来たのかなのかな。これは外れていますね。でもまあ巨人でも普通に活躍したからね。でも僕はずっと日ハムに行ってほしかったかな。生涯日ハムで行ってほしかったな。2ボール2ストライクと望んでいます。一筋、なんかこの球団一筋っていうのはかっこいいよね。点々としてよりも
なんか常にそこにいるっていうのだから番長とかね、絶対他の球団行ったらもうすごい勝利数でしょうねきっとね。あのまあ言ってしまえば闇時代暗黒時代を支えてますよね。だって知らない人いないもんね、あの野球見たことある人で番長って誰っていう人絶対いないよね。うん、あの髪型すごいよねまたね。うん、インパクトと能力がマッチするといいですよねプロ野球選手っていうのは。番長性格も良さそうだしね、うん、なんか面白そうですし、なんか本当にその怖さっていうのはなさそう、うん、まあ、怖さも厳しさはあるでしょうけど怖さっていうものはなさそうですよね。いいよねああいう人っていうのは。お、いいよ、今日も幸先よく1点を取ってくれましたね。やっぱり打線にそこまでの怖さはないよね。4番に佐藤やし陽大館ぐらいかな、ちょっと厄介なのは。でも一時期よりもやっぱり能力下がっちゃったしね陽大館も、うん、中田がいるかいないかでだいぶ変わるよね、うん、よし。でさらにパリーグところでセリーグ本拠地なんでね、DH がないっていうので結構やりやすいよね今日ね、うん、でも調子乗ってるとやられるからね。いや今日もねほらやられた。それもそれが二塁打になるっていうね、もうちょっと守る位置考えてほしいなって気はしますけど、阪神の守備陣はね藤浪君をね援護する気ないですから。あれバントするんじゃないんですかね。バントしないんだ。ここはラッキーです。ラッキーと思って三振もらいましょう。来たよ春樹、僕が一番日ハムで好きな選手ですね、本当に。智弁和歌山出身というだけでも僕はもういいわ、すごくいい。だからねその阪神に行った橋本キャッチャー、あのドラ1かドラ2ぐらいで行ったと思うんですけど、なんか怪我してるみたいでね、ものすごくショックだった。その時阪神に行ったのを見てものすごくテンション上がりましたからね。あと巨人の坂口君、いや活躍してほしいな。で岡本くん、まあ、岡本くんはね智弁学園の方ですけど頑張ってほしいなって思いますね。もう智弁がつくだけでね別に、まあ、和歌山の方が好きですけどね高島監督。高島監督辞めたと思ったけど全然辞めてなかったね、僕の勘違いやったみたいですね。いやーすごいね、その高島監督がね、高島監督やって思うんですけど、がねその理論として野球理論として空中戦っていうかボールをあの空中に飛ばせば野手は取れないって言ってて、かっこいいなって思ってね、確かにそうやわと思ってね、もう打球を野手に取れないところに飛ばしてしまえばいいみたいなね。普通あのぐらいの年の方っていうのはなんかこう守る野球というかこうオーソドックスというか渋い野球がとあのするような気がするじゃないですかね。多分現時点でそうやと思うんですけど、ね、若い方の方がそういうなんかね IQ 野球とかいろいろ言うんでしょうけど、ね、空中に飛ばしてしまえば野手は垂れないっていう名言、名言ですよねもうね。いやいいなと思ってね、そんなところで野球できてさらにレギュラー晴れてホームランも打てるようなね、バッターになれれば楽しいでしょうね。いい監督に巡り合って、ね、いい理論の中野球ができるっていうのは楽しいでしょうね、やっぱりあれだね、あの怖さがないよね打線に。ポンポンと今のところは来てますね。とりあえずこの陽大館にチャンスで回させないこと、それが一番大事ですよね。こうやって線、まあ、正直2アウトとかで回したいよね。本当だね、出るか出ないかでだいぶ違うもんね。本当陽大館は出てほしくないな、いろんな意味で厄介だよね。すごでも三振持ちだからね、結構三振してくれるイメージは確かにあるような気がします。よし、ナイスボール。いいね、来てるよ今日、これで2試合連続完封とかしたら本当にね、あの波に乗ってこれますよね、いいね、頑張っていきましょう。
今日撮ってるのが8月の22日の4時23分。いや、5時のサムネイル作らなあかんなとか思いながらね。めっちゃタイムリーな話してますけど、まあ、こういうのほほんとした動画がね、僕は好きなんで、自分も作っていきたいなとは思ってます。ファールの時なんでこんな騒ぐんだろう。ヒットの時よりもファールの時の方が騒ぐからね、観客ね。よし、いいね。フォークは今日も冴え渡るよ。さあ、まず1球目。杉谷って絶好調だといい能力になるね。足も速いし、結構あれですよね、中田にいじられますよね、杉谷って。どうなんでしょう、後輩からして中田さんっていうのはいい存在なのかな。やっぱり、まあ、チームのためにってよく言いますしね。で、本当にいいところで打ちますし、でもね、主砲が中田しかいないっていうのがちょっと難点ですよね。日ハムの機動力は多分12球団でトップ並みにあると思うんですよ。その中でこう点を返せるというか、あの大きい点を返せる主砲って言われる人は中田しかいないと思うので、まあ、レアードとかもね、打つは打つんでしょうけど、やっぱりこう率は残せない。まあ、中田もそうですけど、やっぱり率が残せて大きいのを打てるっていう、まあ、昔の楊大海みたいなねバッターが欲しいですよね。昔のっていうか、復帰してほしいというかね、大きくなってほしい、もう一回こう覚醒してほしいですよね。もう守りの方は完璧でしょうから、やべどうする、カットボールかな。よし、怖え。ワンスリーになってるけど、ちょっと気合わせが、まあ、書いてはないんですけど、怖かったね。まあ、なんとかなんとか。西武打線でもあんなピンチなかったよね、正直。西武打線はすごかったよね。単発3安打しかされなかったから、連打1回もされなかったよね。まあ、かなり気合い入れていったからね、あの西武戦は。ほんまに打たれちゃいけないなって思ってましたから、動画的にもしょうもなすぎるやろと思ってね、パート5で1勝もできてない動画とか誰が見たいねんと思ったんで、結構内心焦ってましたね。ニヤニヤしながら喋ってましたけど、結構内心は焦ってましたね。てか5回までで13奪三振すごいね。このままいったら20奪三振ぐらいするんじゃない。さすがに20奪三振は無理か。でもフォークボールすごいね今日ね。田中健介クラスになるとやっぱり厳しいのかな。田中健介陽大館っていうのは怖いよね。いやー、三振取れるね今日。3番が岡っていうのも将来ありえるのかな。こんだけ足速くて、もし長打力とかが伸びてくるとね、本当に怖い存在になってきますよね。なんかこうバットのヘッドとか構え方は柔らかいんで、ね、もっとカチッとしたらいいのになと思うんですけど、まあ、こういうのもありなのかな。でもなんかこう打つバッターっていうのはバッティングフォームカチッとしてるじゃないですか。なんかこうなんていうか、柔らかいスイングをするバッターっていうのは強打者じゃないというかね、こう高打者というか、なんかあれですね、岡は強打者になってほしいな、僕のイメージですけど、頑張ってほしいなって思いますね。好きな選手の一人なんでね、将来ね、頑張ってほしいなって思います。それにしてもやっぱり阪神で点が取れないよね。3連勝したかと思ったら今4連敗ぐらいしてるからね。なかなか難しいよね。計算通りのピッチングと見ていいと思いますね。いや、今日も冴え渡ってるね、フォークボールがね。やっぱり中田いるいないでやっぱりピッチングの幅って広がりますよね。中田いると怖いよね。絶対に回しちゃいけないっていう気がしますしね。あの菊池くんの方の企画では中田に2本ぐらいホームラン打たれたからね、気持ちよくね、気持ちよく弾き返されたから。内角高めのストレート155キロをね、レフトスタンドでスコーン行かれたんでね、あってなりましたね。よし、うまい。鳥谷がねこうやっていると楽ですね。てか足速っ、結構足速いですねあいつ。まあ多分あれ西川とかだったら絶対セーフでしょうか。いや、なんとか陽大館の前にランナー出さないっていうのはできてますね。うまい。いや、鳥谷にこの回は鳥谷に救ってもらってますね。ここを6番で抑えれたら8回はね、7、8、9なんで、
まあ多分武田勝はライダーかな、うん、中田とか出てくるとちょっと怖いですけどね。怪我してんのかな、2軍とかはないと思うんですけどね、よっぽどな怪我じゃない限り。浅間も絶好調だったらすごい能力ですよね。タクの時にだいぶタクが出た後ヒット打ってもらって活躍してもらいましたけどね、うん、タクはいい1番バッターを演じれたなって今も思います。1番バッター企画したいよねまた、うん、やっぱり秋山かな、そろそろずっと前からやってほしいって言われてるんだね、うん、秋山になるのかなとか思いつついろいろ今考えています。企画考えてる時は一番楽しいからね本当に。いや、旅行の前じゃなくて旅行行くのプランを考える時の楽しさと一緒です、うん、近くなってくればだるってなるじゃないですか、用意せなあかんやみたいな。行けば楽しいんですけど、そう行くまでのそのね1日前とか何すんやろってこう楽しみであまり寝れないとかね、うん、僕も昔寝れなかった人でしたね、興奮して、うん、寝方を忘れるとかどうやって寝てたっけって思う時ありません、みんな。僕はありましたね、出したくないバッターを出した。いや2点あったら大丈夫って言えるんですけどね、初めて先頭打者出しちゃったね。うまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。これ牽制手とか取れると楽なんですけどね。しかもノーアウトです。バッターボックスに無理っぽいな。そして一塁ランナーは杉谷。まあここはランナー走ってくるかもしれませんよ。どう動いて走る気配ないですね。タッチもセーフ。ナイスボー。さあ追い込んで次は何で来るか。まあ次はボールに走らないですかね。外の際どい変化球。よし。これ武田勝、あ、代打ですね、完全に中田かな。バッターボックスには代打の近藤。近藤も厄介やな、ここ何でもできる打順だよね、正直怖いね。よし、こういうところで走ってきますよね、ナイスボール。よし、フォークボールを結構見逃してくれるよね、そこがありがたいのかなと思いますね。大事なところで2個三振が取れるエースですね。バッターをかなり警戒していますね。そのようです。振らないよな、そう簡単には。うわー、下がられてるのが逆に失敗されたか。うわ、またいいところで田中健介でしょ、3番が岡か、どっちもやりたくないな。怖いな。走ってきた。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。よし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 。いや早いですね。いやヒット打たれたら最悪ですね。ここまで来てヒット打たれたくないですね。そうですね。よし、追い込んだよ。バッターの田中、今シーズン得点圏での打率は4割飛んで2厘となっています。頼りになるバッターですね。よし。スローカーブ効くよ、うん、もうスローカーブとフォークしか投げたかったですけどね、うん、どっちかで多分ね、あれストレートかカットボール投げてたら多分やられてたと思いますよ、正直僕の感的に、うん、特にあの田中健介ストレートに強いイメージなんでね、僕は。いやー楽しかったね、結構楽しかった今の戦いは、うん、正直ワンツーワンになったらワンツーなった時はもう勝ったなと思ったんですけどね、2球フォーク見逃された時は焦りましたね、うん、いやなんとか勝ちたいな、1点差やけど結構球数食ってるね。岡は出したくないな、まあ、多分佐藤の方はまだ抑えれると思うんですね、岡は厳しいよな。落ちる球を選択しましたが、そうか、さすがにこの辺になってくると球威がなくなってくるよね、うん、見極められてきますよね。ここもファールです。やばいな、なんか打たれる気しかしないな、なんかどこ投げてもやられる気がする。よし、ラッキー。いや、やっぱりいい当たりはされましたね、うん、飛んだところが正解。外角やったら今左中間、まあ、それか、三遊間抜かれてましたね。藤波、まずは先頭頑張りましょう、あと2人。厳しいコースにまず投げ込んで、佐藤さえ出せなければなんとかいけると思うんですよね。陽大館で次が浅間でしょ、で浅間は調子悪かったから、陽大館出したとしても浅間でなんとか、もうこの佐藤を出してしまうと結構厄介ですよね、正直。外低めいいコースに決まりました。
まあ、右ミート、ね、あまり大きくないですし、なんとか。よし、あと1人。いやここ抑えたら2試合連続の完封、スプリッツ相手にね、いやーエースらしいピッチングができてますね。さあ1点差ながら、ナイスボール。ホームランだけは避けましょう、本当にね。ここまで来て失投でホームラン打たれるのだけは避けましょう。ナイスボール。アウトコースで決めました。ノーボール。追い込んだよ。あと1人コールしてるよ。よく見ています。そこパチッと振ってくれると絵になるんですけどね。やっぱそこは陽大感の出力かな。よし。変化球で空振りを取ります。オッケー。やりましたね。いやー昨日といい今日といい最高のピッチングができたんじゃない。だいぶ三振取ったしね。うん、まあ、なんといってもあの田中健介のスローカーブ三振でしょうね。裏をかけたんじゃないかな。きっとスロー例えばストレートカットボールを狙ってたんじゃないかな。なんか文句言われましたねヒット少なくしろよみたいなこと言われました。うざいね、阪神勝たへんのにね。よし、次はね、オリックス戦取っていきたいと思います。うん。いやー、今日もいいピッチングできて、気持ちが良かったですね。ほんと最小失点で、切り抜けましたね。うわ、メッセンジャー対大谷、こう見応えありますね。よし、じゃあね、今回これがしまた次回やっていきたいと思います。次回は、オリックス戦取って、できればね、この試合もしっかりやって、交流戦、冷風で終わりたいかなと思ってます。それではご視聴ありがとうございました。今回も完封勝利させていただきました。それではソウスケでした。さようなら。